はいどうも、シャダイです。今回の動画なんですけども、エキサイティングプレイヤーかな、このエキサイティングプレイヤーの選手がですね、もうすでに判明したということで、エキサイティングプレイヤーに関してのね、今回動画にしていこうかなと思います。ブロス PS で一番ね、盛り上がる時期、上半期がエキサイティングプレイヤーでして、下半期がね、アニバーサリープレイヤーなんですけれども、その上半期エキサイティングプレイヤーいつ登場するのか、ガチャ内容はどういったものなのか見ていきましょう。お知らせの方ね、見ていくんですけれども、今現在の撮影日が3月27日土曜日になります。こちらのね、お知らせになりまして、プロスペース対決動画、福岡ソフトバンクホークス編、千賀選手と甲斐選手が今年のね、ソフトバンクのエキサイティングプレイヤーに決定しました。中身の方を見ていくんですけれども、毎年好評いただいている現役プロ野球選手による対決動画、今年も実施いたします。第1弾は福岡ソフトバンクホークスでして、12球団あるということで、第12弾まであります。そしてですね、ここが重要でして、去年からね、導入されたんですけれども、動画の最後にはエキサイティングプレゼントも実施。矢印で書いてあると思うんですけども、出演選手がくじで引いたゲームなアイテムをプロスペースユーザー全員にプレゼントする企画となっておりますので、各選手がどのアイテムを引いたか、ぜひ動画をご確認ください。これがですね、今年もね、実施されるんですけども、去年はですね、ロッテのね、井上選手がエキサイティングプレイヤー契約書かな、引いたということで、今年はですね、どうなるのか、エキサイティングプレイヤー1等があるのかないのか、これに関してはね、運なので、去年はですね、井上選手がエキサイティングプレイヤー契約書を当てたということで、第1弾で1枚、第2弾で1枚だったんですけれども、去年はですね、3枚もらうことができました。こちらね、画像になるんですけども、そのね、くじを引いている場面になります。そしてね、米印がね、重要でして、ゲーム内アイテムは2021年6月9日から6月21日の期間内に順次配布予定です。このですね、特定の日付がね、書かれているんですけれども、今年のね、エキサイティングプレイヤーもこのね、6月9日から開催されるんじゃないのかなと。去年はですね、いつエキサイティングプレイヤーが登場したのか調べたところ、6月9日に開催されていました。今年もですね、米印に6月9日って書いてあるので、今年も6月9日にね、開催するのではないのかなと。あとですね、重要なことなんですけども、このね、プロスペース対決動画にね、パースピポイントクラブに関して書いていました。これに関してなんですけども、2日前の情報にて、自チーム S 契約書がね、追加されたということで、無課金未課金者はね、絶対にやってください。自チーム S 契約書はね、もうめちゃめちゃ重要になってくるので。自チーム S 契約書をね、最短で獲得できる日なんですけども、これはね、7月になります。とりあえずですね、パースピポイントクラブね、入っていない無課金の方はぜひともね、入ってください。選手メーカーの方に来まして、エキサイティングプレイヤーについてね、話していきたいんですけれども、こちらね、2018年シリーズ1からエキサイティングプレイヤーが開催されました。エキサイティングプレイヤーの特徴としては2つあるんですけど、まず1つ目が特別レアリティということで、通常版の能力からプラス1した値で登場します。2018年シリーズ1なんですけども、菅野さんね、86、87、87で登場しています。そしてこちらね、通常版の菅野さんになるんですけども、85、86、86。今ですね、この時のね、菅野さん見るんですけども、ステータスエグいね、86、87、87でして、称号でね、請求 S することもできて、9位型にすることもできる、オール同時で87、87、87。いや、強すぎないか、この時の菅野さん。そして、エキサイティングプレイヤーの特徴の2つ目になるんですけれども、限定のね、特殊能力がつきます。初期の頃の特殊能力の内容を見ていくんですけれども、熱投という特殊能力が来ていました。これね、打者投手とも熱投になります。詳細に上に書いてあるんですけども、ファンを熱狂させる活躍が期待できる、請求書アップ、打者のミート中断、打者のパワーが中断、こういったものがね、初期で来たんですけれども、これのね、発動率がやばかったんですよ。これのですね、発動率がなんとですね、100% でして、100% ミートを中断、パワーを中断してくれる、めちゃめちゃね、チート級のね、能力だったんですけれども、さすがにね、チート級の能力だったので、1年後ね、改正されました。後にね、それに関しては見ていきます。2018年から2020年、どういった選手が出ていたのか、今年のね、エキサイティングプレイヤーの選手予想に関してはですね、また別の動画に出すので、その時ね、見てもらえばなと。今回はですね、2018年から2020年の目玉枠のね、選手、数名紹介していこうかなと。18年の目玉枠としては先ほどね、見てもらったんですけども、菅野選手、そしてもう一人の投手としては則本さんになります。球種の球威も B 以上ありまして、中継ぎも置ける。いや、めちゃめちゃ強かった、この時。18年の目玉枠としては、ベイスターズの宮崎さん、守備範囲ね、サード B でして、ミート型、ミート A。熱投の打者版もね、見ていくんですけども、投手の制球中断、投手の球威も中断、これがね、100% で発動してくれます。18年の野手の目玉枠としては、広島の丸さん。いや、懐かしい、丸さん、広島枠。この時の守備範囲としては、元瀬で84。いや、強すぎる。19年のエキサイティングプレイヤーの目玉マークとしては、こちらね、柳田さんになります。エキサイティングプレイヤーね、今年ソフトバンクは千賀さん解散なんですけれども、いや、柳田さんめちゃめちゃ強い。19年のオリックスなんですけども、正隆さんね、登場していました。今年どうなってくるのか。19年のオリックスなんですけども、山本由伸さんと吉田正尚さんのね、コンビで登場していました。19年もエキサイティングプレイヤー菅野さんね、登場していました。今年どうなってくるのか。2020年のね、エキサイティングプレイヤー見ていくんですけれども、目玉マークとしては柳田さんになります。この時のステータスなんですけども、ミートパワー AA の同時、いや、めちゃめちゃ強すぎる。4年のエキサイティングプレイヤーのプレゼントにて EX ね S 契約書を当てた井上さんになります。2020年のエキサイティングプレイヤーのねオリックス枠なんですけども、山本由伸さんと山奥さんがね登場していました。いやめちゃめちゃ強い。巨人のエキサイティングプレイヤーなんですけども、菅野さん小林さんコンビかな、3年連続登場していました。2020年のベイスターズ枠は山崎康晃投手と今永投手、いやめちゃめちゃ強い9位型 9A の投手。2020年のね広島枠見ていくんですけども、オール A のステータスで登場している大瀬良さんもね登場していました。第1弾のエキサイティングプレイヤーの動画にてソフトバンクはね千賀さん甲斐さんが、登場するのは決まったんですけども、今回ちょっと千賀さんについてね話していこうかなと。今現在ね、千賀さん通常版が出ているんですけれども、エキサイティングプレイヤーはですねプラス1の値で登場します。84、70、84、9位スタミナ同値でエキサイティングプレイヤーのね目玉マークになると思うんですけれども、球種ではなくこれね特殊能力が関わってきます。通常版のね千賀さんなんですけれども、対ピンチがね第3特能にありまして、先ほど説明しました熱投、そして白熱のね説明するの忘れたんですけれども、とりあえずですね第3特能に限定のね特殊能力が入るようになりまして、千賀さん通常の場合第3特能が対ピンチ、これがですね消える場合があるんですよ。このですね対ピンチねリアルタイム対戦めちゃめちゃ強いので、リアタイ勢に関しては通常版の方が強いですし、リーグ勢に関してはどちらでもいいんですけれども、リアタイ勢に関してなんですけれども、これからね自チーム枠の福袋がね多分月1ぐらいで開催されるんですけれども、その時に自チーム枠でソフトバンク千賀さんを狙う、どういったこともですね考慮しつつ、ぜひともね自チーム枠は引いてください。またですねその時になれば千賀さんに関してね話すんで、ぜひともその動画も見てください。お知らせのね米印に書いてあったと思うんですけれども、今年もですね6月9日から、ここらあたりで登場すると予想しておりまして、登場日に関してはね話したんですけども、ガチャ内容はねどういったガチャ内容なのか、こちらね画像が貼ってあると思うんですけれども、エキサイティングプレイヤーね豪華選手が登場するんですけれども、60連目で自チーム枠がありまして、お好きな選手をね取ることができます。例えばですね今年ね菅野さんが登場すれば、その60連目で球団をね巨人にしていれば、菅野さんが 100% 手に入ります。こういったですね 100% がねある特別なガチャなんですけども、これをですねぜひとも無課金美課金者は引いてください。無課金美課金者にとってはですね 100% ねお好きな選手を取れる、これがですね一番のねエナジーの効率、エナジーを一番賢く使えているので、ぜひともね次回引くべきガチャとしてはエキサイティングプレイヤーを引いてください。またですねエキサイティングプレイヤーが登場すればまとめた動画出すと思うので、その動画を見てください。ぜひともですね高評価、チャンネル登録、通知音、ベルマークボタン、コメントしてもらいまして、明日はですねイベント更新、ガチャ更新の1日前ということで、めちゃめちゃ重要な動画出すので、ぜひとも見てもらえばなということで、今回は以上。